ソラ、ジン、こっちに来い。マサコ殿、ご家族の仇について何か。形状の中にサダオの名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫が奴を村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、奴はクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。サダオは悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いもよらず。サダオの弟を見張るついでに一族を弔ってやりたかった。すでに葬儀は済ませたのですか。犯人を殺すまで辛抱する。父上が死んだ夜に別れを告げたのですが、痛みは癒えました。埋葬はしたぞ。それで十分だ。今はな。食事は毎日取っておられるのですか。ああ、昨日は米と魚を少し。若い武士でも腹を満たし腕を休ませねばなりません。お主、この私を年寄り扱いするか。滅相もない。腕は動く。心配は無用だ。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。あそこにおる男、荷車。あれが八郎、サダオの弟だ。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。今日は散歩日和だな。もし猛虎に出くわしでもしたら逃げ切ってくれよ。先客だ。あまり顔を出すでないぞ。おい、昼間に何を持ってきた。食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒をよこすって話だ。持ってきて。まだです。ですがお客人に贈り物が。話しておるな。渡しておこう。文を渡したのか。ではまたいつもの慈愛に。ああ、頼むぞ。荷車はいい。馬を追うぞ。マヌケな男よ。村長の弟だぞ。マヌケに代わる。
でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ、今日はフミしか持ってないぞ。はあ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村尾さんに殺されてしまうぞ。サダオは家族思いだぞ。はあ、ろくな一族ではないぞ。いとこは毒だしな。ただ村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか。あらがう村人を殺した賊は誰に雇われたか知ってる。サダオだ。卑怯な。ああ、やはりな。ああ、お前もしゃべりすぎると毒に襲われた。氷の家、賊が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだ分かりませぬ。何、すぐに分かるさ。ムクロに尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。サダオからの文、八郎が渡したもの、隠れ場は分からぬか。傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、サダオの妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。サダオ、わかりません。嘘をつくな。お控えよ。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。